11月4.5日に横浜で初のプロアイスショープロローグを開催いよいよ氷上にこの男が帰ってくる今年7月19日プロ転向を表明したフィギュアスケート2大会連続オリンピック金メダリストの羽生結弦が11月4.5日に初の単独でのアイスショーを開催する。 今年9月に自身の公式ツイッターですでに告示済みであることからもフィギュアシーズン到来とともに期待は高まり続けている。羽生結弦るは2月の北京冬季オリンピックで競技生活に終止符を打ち、その後は新たな決意とともに次のステージを見据え、歩を進めてきた。 各種 SNS 解説でも大きな話題を呼ぶなど、プロアスリートとなった現在も、世界中のファンの関心を集める存在であることに変わりはない。レジェンドが再び踏み出す一歩目は、オリンピック公式サイト、ザ・オリンピック・ゲームズも大きく報じている。現地時間11月1日、譲る羽生初のプロアイスショー、プロローグが今週末に開幕と銘打った記事を配信。 その中ではフィギュアスケートのオリンピック2連覇を達成したゆずるハニモがその輝かしいキャリアに新たな1ページを刻むべく金曜日4日に横浜で自主制作公演を開催するとイベントを紹介している同サイトではプロローグが幕を開ける ハニューにとって初のプロアイスショーには誰もが想像を膨らませていると期待の高さを表しておりさらに9月最終日に初めて SNS に登場した27歳は自身のキャリアに新たな局面を迎える最初のスケートで自分だけが出演する番組を自主制作すると語っていたタイトルやロゴ音楽衣装に至るまでハニューが全てを監修していると内容を記している その上で開催を前にした羽生譲るの様子は3週間前地元仙台で単独演技の練習をする様子を YouTube で公開したがどのようなショーになるかは全くわからない。羽生はほとんど物事を伏せている。彼はギリギリまで手の内を見せない傾向があると述べるなどイベントへの印象をそう表現した。 また、羽生結弦自身により、私のスケート人生がどんなものだったのか、感じてもらえるようなショーにしたいと思いますとのコメントも掲載し、羽生結弦の意気込みを伝えている。トピックにもあるように、競技者時代から少なからず、謎めいたイメージも強かった羽生結弦。プロとなった新しい姿、そして計り知れない感動を呼び続けてきたその滑りは。 さらに魅力を増し、再び世界中からの視線を集めるだろう。